Good morning. おはようございます。ハワイの朝日です。おはようございます。今日の朝ごはんはフルーツ、昨日買ったパイナップル、ライチ、イチゴとバナナとコーヒーです。ラナイで食べてるんですけど、やっぱりハワイの朝は最高ですね。朝早く起きて朝ごはんをラナイで食べるのが大好きです。いただきます。ハイチェアがないので椅子が低くてテーブルが高いね。はい、どうぞ。もうないね、これ。美味しい。美味しい。上手。全部食べた。Hi everyone, good morning, it's Ellie here. おはようございます、エリーです。外の方がライティングが綺麗なので今ラナイから撮ってるんですけど、今日は朝早く起きて支度をして、今から彼と2人でダイヤモンドヘッドを登ってこようと思います。キリは両親とお留守番してもらって、多分プールとかビーチとか行くんじゃないかなと思うんですけど、その間に私たちはダイヤモンドヘッドに行ってこようと思います。多分 Uber でダイヤモンドヘッドの下のところまで行って、そこから登ろうかなと。今2週間滞在で、1週間レンタカーなしで1週間レンタカーを借りるっていう感じにしているので、ワイキキで滞在の間はほとんど Uber、Uber は本当に便利なのでアメリカでもよく使ってるので、では今から行ってきます。Uber を降ろしてもらって、ここから歩きたいと思います。練習、ストレッチストレッチ、 I'll do stretch too 今から行ってきます。綺麗。入り口の近くのパーキングはもう多分満帆で、歩く人は1ドルです。1人1ドル。走る彼。Run!昔は走れたんだけど、ちょっと体力が始まって10分、すでにハーハーしております。こっから結構急な階段です。登ってきます。もう少しで着く。ちょっと途中で休憩。綺麗。No. 汗びっしょりで結構きつかった。すごい。いい眺め。青い海が綺麗。着きました。すごい綺麗。今から降りてます。この景色綺麗。帰りは楽な道を帰ろうと思います。奥のちょっと楽な階段がないところで帰っていきます。下に戻ってきました。最後はちょっと走って楽しかった。もう1時間15分経過。帰ります。ストレッチしてます。結構階段が多かったから階段がきつかったです。時間的にはそんなに長くないんですけど
今 KCC からワイキキ方面に歩いてます。結構疲れた。でもちょっとブランチ的な朝ごはん的な感じで、ちょっと近くでアサイボールを食べたいなと思って。アサイボールはこのヘルスバースムージー&サラダとか、ここで食べようと思います。トースティッドココナッツとブルーベリーとエクストラグラノーラをトッピングしてあります。美味しそう。美味しい。すごい美味しい。おすすめです。すごい大きい木、かっこいい。ワイキキまで歩いてこれました。ワイキキの橋の方ですけど、青い。今日は天気いいから海が青いですね。寄り道でヒルトンにあるレポールのアイスクリーム屋さんとアイスを買って帰ります。このホワイトチョコレートマカデミアナッツが美味しいので、いつもこれにしてます。何そのダンス、かわいいね。アロハ。ダンスダンス。フリフリフリフラダンス。フリフリフリフラダンス。今さっきお家に帰ってきました。疲れた。ワイキキまでダイヤモンドヘッドから歩いて、そこからもう疲れ切ってしまったので、あのシャトル、トロリーを使ってホテルに帰ってきました。やっぱり日差しがすごい強いので、行かれる方は絶対に日焼け止めと、あとは帽子、サングラスで、スニーカーで必ず行った方がいいかなと思います。日焼けかなりすると思うので。で、行く時間帯なんですけど、やっぱり早めに行かれた方がいいと思います。8時に行ったんですけど、ちょっとやっぱりもう人がすごい多かったので、ちょっとそれがな、残念だなと思いながらも、でもすごい楽しかったです。 Good morning. おはようございます。エリーです。今日はハワイ滞在もう1週間目か6日目かななんですけど、今日はあのワイキキ の、 そのヒルトンからコーリナのマリオットにホテル移動があるんですけど、チェックアウトが10時なんですけど、ちょっと今朝8時半で急いで、どうしても行きたいワイキキにあるあのアサイボールのお店にちょっと急いで行ってこようと思います。来ました。すごい大きい。わあ、手より全然大きい。Look at this. 美味しそう。これはすごいインスタ映えな。Wow. アサイボール。How's it, honey? You good? Dig in. I don't know how to eat. From the top. From the top.Dig in a little bit, yeah, I'm on side. Thank you. Ah, it's already so good. Oh, macadamia nut. I've got nip too. Ooh.今日も天気良くてすごい海が綺麗です。もうチェックアウトなので最後にラナイから撮っとこうかなと思って。ここの部屋本当に景色がすごく良かったです。いつもあのヒルトンワイキキワイキキアンっていうタイムシェアのところに泊まってるんですけど、景色見れなくなるのちょっと寂しいですけど、まあコーリナはコーリナで本当に綺麗なので楽しみです。
バイバイワイキキ。タカー借りました。 SUV の大きいので荷物がいっぱい乗るように、こんな感じのヒュンダイのものですね。かなり荷物乗るので。マリオットバケーションクラブ到着しました。景色が綺麗。ちょっと曇ってて風が強いです。今日はコーリナーのショッピングプレイスに来ました。お昼を食べにこのタコスのお店、メキシカンのお店で食べます。ジャスタンコ。向かいにはエッグス&シングスができてました。去年来た時なかったかな、確か。なので、あー食べたい。ここでもジャスタコース。美味しそう。サラダもタコサラダも美味しそうだし、普通にタコスもあるので美味しそう。エンチラダとかタコスにしようかな。いないいない。いないいない。私はシュリンプタコスを頼みました。でビーンズとライスをつけて。彼はブリトー、カリフォルニアブリト。メキシカン美味しかったです。すごい、また食べたい。シュリンプのタコスおすすめなので。で今さっき視聴者さんに声をかけていただいて、まさかこんなコーリナでお会いできるなんてすごい嬉しいです。今回の旅でも5人ぐらいの方とお会いできているので、まさかね、日本の方にハワイでこうやってお会いできるなんてすごい嬉しいです。皆さん本当にありがとうございます。こうやって声かけていただけるのすごい嬉しいです。イエーイ。She likes you. We can go to the grass over there too. Yeah, let's do it. 今からセーフウェイでお買い物していきます。うん、バルーンあるからね。バルーンあるね。 Okay. She likes this balloon. But いないいないば。いないいないば。いないいないば。買い物中です。かわいい、かわいい。サングラス似合うねって。キッチンここです。入ったらリビング。リビング。わあ、プールと海が見える。あ、ここいいね、景色近いし海が。わあ、すごい。このプールが、このプール来なかったかな。プールあるね、エイリー。ここのロケーションは眺めが素晴らしいですね。綺麗。こっちは多分ダブ、両方ともキングサイズベッドのスイートになってるのかな。こうなってバスタブがあって、バスタブがあって、あ、綺麗。でこっちにもあるんだ。あ、こっちはシャワー、シャワー。はい、エリちゃん広いね。ここのお家、お部屋広いね。ソファーがあってダブルベッドで、でシャワーとバスタブとシャワー。野菜とかお肉も買って家で食べれるようにしてます。コーリナではね、料理をなるべくするようにしようと思って、今から家族写真を撮りにワイマノロビーチに行ってこようと思います。ワイマノロはすごい思い出の場所で、私たちが結婚式をハワイでした時のウェディングフォトをワイマノロビーチで撮ったので、まあ、いつか家族写真を同じ場所で撮れたらなと思っていたんですけど、今回オアフにせっかく来たので、ちょっと、ね、娘も2歳になる記念として撮りたいなと思って行ってこようと思います。では行ってきます。あー、ビューティフォー。Great weather.
right. Last week. Story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. 今撮影が終わりました。本当に綺麗な、本当にすごい綺麗なサンセットの背景で撮れたのですごい幸せ。ちょっとヘイリーが寝起きで車で爆睡してしまったので、寝起きでねぼーっとした顔ばっかりで、あんまり多分スマイルできてなかったかなと思うんですけど、でもすごいいい思い出になったし、あとは私たちの、 結婚記念日があと4日、3日なので、まあ、私たちだけのショットも撮っていただいたのですごい楽しみです。この今日撮った写真をインスタグラムにアップしていこうと思っているので、ぜひお楽しみにしていてください。I love this place, it's so nice. Yeah. すごいいい場所、誰もいなくてプライベートビーチみたい。本当に綺麗なのでおすすめです。